じゃあちょうど時間となりましたので始めさせていただきます。今日はコンピュータに感覚の、関連の公開講座の第3回目で、今日はコンピュータによる画像の理解ということになります。先週が言葉の理解ということだったわけですけれども、今回はその画像をどのように理解するかという研究分野についてお話を、美濃先生にしていただきます。でいつも通り少しナビゲーションをさせていただくということに なっていますので、ちょっとまたこの話に少し戻りたいんですけれども、これ最初の日に少しお話ししましたように、コンピューターのいろいろな分野の研究っていうのは、その戦争中のいろいろな問題設定というのと割と深く結びついて発展してきたという歴史的な経緯があります。でコンピューター自体が戦時中に弾道計算を手計算でやっていたのを何とか自動で計算できないかと、しかも早くできないかというような問題設定から軍の資金が導入されて作られたというような経緯もあります。でじゃあ今回 そのパターン情報処理ですねコンピューターに感覚をという名前で呼んでいるその分野というのが、パターン情報処理という、人間がそのパターンをどのように認識しているかという部分をコンピューターでできないんだろうかという問題設定で、いくつかの研究分野が育ってきたということになるわけですけれども、まずここからやはり出発したいと思います。でこれは前にもちょっとお話ししましたように、アメリカ の科学者技術者の動員体制です。でこの中で人間機械混成系という概念ができたということをこの間も少しお話ししました。でその上に書いてあるマンマシンシステムという概念なんですけれども、具体的にはその兵器のシステムが、兵器自体が非常に複雑になってきて、その兵器の性能を人間が担っている部分が、そこがネックになるというか、それで、その兵器全体のシステムの中に人間が例えば物を見て撃つっていうような部分を例えば人間がやっているとしたら、そこがいかにうまくそのシステム全体の設計と適合してシステムに最適なように人間が働けるかっていうようなことを、考えざるを得なかったという戦時期の事情があります。で人間と機械の間のその関係ですね、それをどういうふうにしたら最適化できるんだろうかっていう問題意識っていうのが戦時中に育ったわけですね。で戦後になってもそのマンマシンシステムという人間機械混成系っていう考え方っていうのは残っていきます。でサイバネティクスとかいう分野っていうのは、まさにこういった人間機械混成系っていうのが、人間によるそのシステムへの情報の入力、または人間に対するアウトプットっていうのがフィードバックを起こして、システムがその人間からの入出力っていうものをこう自在にこう柔軟に受けながらリアルタイムで処理をしていくというような考え方を進めたわけですけれども、その中で人間は一体何をすればいいのかとかいうような議論も出てきていたわけです。でその中でマンマシンシステムっていう考え方の中で、人間要素の自動化をしていけば、マンマシンシステムではなくてマシンのシステムというか機械の自動化したシステムになっていくわけですけれども、人間要素を自動化していくにはどうしたらいいんだろうっていう問題設定が自然と起こるわけですね。でそういう中で視覚的な情報処理を機械でコンピューターにさせることができないかっていう問題設定が育ちます。でこれがパターン情報処理といわれる分野につながっていくわけですね。であともう一つは、操作をする手の代わりといいますか、人間がやっているその手で操作しているものっていうのを機械化できないかという部分、これは機械の手を作るっていう分野になって、ロボティックスとかにつながっていくわけですけれども、そういった2つっていうのはとても大事なものとして問題設定になるわけです。でそのパターン情報処理の方なんですけれども、それは例えばアメリカではどういうふうに進んで戦後進んできたかというようなことをちょっと整理してみました。でこれは特に MIT というマサチューセッツ工科大学の系統でそういったパターン認識研究というのが盛んに行われていたのはどこかっていうのをちょっと書いてみたんですけれども、ちょうど1952年頃から盛んにMIT のリンカーン研究所という研究所でこの分野がの研究が進みました。それはそれこそその文字の認識ができないかとかですね、いうことをやってみていたわけです。でどうしてその MIT の林間研究所でそんなことが
始まったかと言いますと、この研究所は全米 の、 防空システムを作るという目的で軍事用の研究をするために建てられた研究所だったんですね。でその防空システムっていうのは、たくさんのレーダー網の情報を、入手してそれを解析してどのように例えば敵機が来た場合にどのように迎撃態勢を取るかっていうようなことを、していたわけですけれども、その中で人間がその情報を読み取って例えば地図の上にこう飛行機が来ているというようなものを読み取って異常な進路のものが入ってきているというようなことをその時は認知したら、入力をしてここに異常がありますというようなことを伝えるというような部分を人間が最初半自動で担っていたわけですね。でそういった部分をより機械化していくというかコンピューター化していくというような、名目が研究の名目が立っていたわけです。もちろん研究者 の、 興味ということからもそういうところに興味を持つ人は当然いたわけですけれども、こういう研究所で要するに軍の研究費というのが下りて、当時だったらその占有して使えないはずのコンピューターを割とふんだんに使えるとかいうような背景もあって、ここではパターン認識研究というのが盛んになったわけです。でここのグループから学習する機会、要するに判断をしていく、ただこうに画像認識目の作用というのをコンピューターで情報処理するというだけではなくって、もうちょっと進んだ形で学習する機会っていう方へ進んでいったグループもあって、ここでは自己組織化システム、セルフオーガナイジングシステムとかですね、あとその後人工知能と呼ばれるようになるような分野に、進んでいった研究者もあったわけです。でこの人工知能っていう言葉は、ちょうどその56年の会議で使われるようになったということで、皆さんに前にお渡しした冊子がありますよね。冊子その年表のところにもそれが、少し載っていると思うんですけれども、もしお持ちでしたら見ていただいたらいいんですけれど、この年表30ページ31ページのあたり の、 上の段にあたりますけれども、1956年のところに人工知能に関する初の会議っていうのが書かれていますけれども、この頃から人工知能という言葉が使われるようになります。でその前から学習する機会っていうような問題設定でいろいろな研究っていうのが始まっています。で一方こちらはですね、コンピューターグラフィックス、インタラクティブなと呼ぶんですけども、対話型の処理ですね。人間がこうこうしたいっていうふうにコンピューターに言うとその通りに線を書いてみて、それをまた人間が小さく縮小してこっちに動かすっていうのを例えば指示するというようなことで対話型でグラフィックスをするというようなシステムっていうのがの研究というのもこの林間研究所で進んでいったわけです。でこれ当時はですね、先ほど言ったマンマシンシステムっていう概念が強く支配的にあったので、最初のそのグラフィックのシステムですね、今言ったような対話的にグラフィックをするシステムというのは人間と機械のグラフィカルなコミュニケーションのシステムというふうに呼ばれていました。でそれは今で言うとコンピュータグラフィックスのソフトウェアの分野なんですけれども、例えばそんなふうに人間機械混成形の中の人間要素がしていることをコンピューターと共同して行うっていうような問題意識でコンピュータグラフィックスっていう分野も育っていったわけです。で実際コンピュータグラフィックスっていう言葉ができるのはこれよりだいぶ後でして、60年代に入ってからコンピュータグラフィックスっていう言葉が固まってくるわけですけれども、だからその画像に関する研究っていうのはですね、例えば学習する機械、文字の認識をしてみる、でそれがよりできるようになっていく機会というようなことを考えるという方向と、あといわゆるコンピュータグラフィックスに進んでいく分野と、こういう中から育っていたわけです。でそのさらにですね、林間研究所の後の時代になりますけれども、林間研究所は今でもあるんですけれども、62年になって上にある国防総省の、高等研究プロジェクト局という部局の中に情報処理技術部というのができます。で高等研究プロジェクト局っていうのはアルパっていうふうに、高等っていうのがアドバンストで、研究がリサーチで、プロジェクトの P で、局っていうのがエージェンシーなのでアルパとかアーパとか呼ばれるんですけども、そういう部局の中に
指揮統制のシステムですね、コマンド&コントロールと呼ぶんですけれども、そういう軍事的な指揮統制のシステムをより高度にするっていう目的を持った部局ができるんですね。でそこが情報処理技術というものを自分たちはその、より発展させるんだということを自分たちで言い出して、私たちは情報処理技術部と名乗りたいということになって、その指揮統制システムの支援部局が、情報処理技術部という名前になるわけです。でここでですね、先ほども言っていたような領域ですね、パターン認識とかグラフィックス分野に関する女性というのが強化されていきました。でここで例えばなんですけれども、MIT のプロジェクトマックっていう有名なプロジェクトがあるんですけれども、ここは人工知能とか大型コンピューターを同時にみんなが使えるシステムとしての自分化処理システムですとか、グラフィックスの研究とかを統合的に研究するプロジェクトとして、この、情報処理技術部から最も大きな助成を受けたグループとして、この処理技術部に育てられたグループとして有名なんですけれども、こういったいくつかのプロジェクトを、支援したわけです。でこういう中でいくつものアメリカの場合はパターン情報処理といわれる分野の中心的な研究機関というのが育っていったわけですね。でここで日本の歴史に戻るんですけれども、今ちょうどもしお持ちでしたら開いていただいている年表の31ページの方の右のところ、画像って書いてあるところにあります PIPS の国の大型プロジェクト始まるっていうふうに書いてあります。で括弧して指紋識別ですとか製造工程での検査、航空写真の情報処理などっていうふうに書いてありますけれども、こういうプロジェクトが日本では1972年に通産省の大型プロジェクトとして始まりました。でこれはPIPS っていうのはパターン情報処理のシステムの、研究助成をするっていう、プロジェクトだったわけです。でこれで研究費を8年間で350億円出すっていう大型プロジェクトになったので、世界中から注目されたという経緯があります。でまたそちらのグループはですね、世界を視察して回ったということがありまして、でその時、1972年の10月から11月にかけて16人でしたかのグループが、分断に分かれて行ったところもあるんですけれども、ヨーロッパとアメリカの研究を見て回ったっていうようなことがありました。で実はこの団長が今回、取り上げてある堺研究室の堺先生だったわけですね。で堺先生のところでは、今回展示でも見ていただきましたように万博の時に顔の認識とかいうことを、すでに70年の段階でしていると。でそれより前から文字の認識っていうことをずっと取り組んできているというようなことがあって、アメリカはそういったその軍事的な資金を背景に育った分野だったわけですけれども、日本の堺先生たちの研究グループの場合はコンピューターによる情報処理で何ができるのかっていう問題設定から、人間のやっている情報処理というものをコンピューターにやらせたいんだという問題設定でいくつかの分野に取り組んで、すでに来ていたわけですね。それでこの時点で、日本のそういった、視察団の団長として堺先生が組織して見て回ったというようなことがあります。でその時の報告書っていうのがありまして、そこからちょっと撮った写真なんですけれども、ここの眼鏡をかけた3人目のところにいるのが堺先生ですね。展示の中でも何枚か写真があるので、もう見分けられるようになっている方もあるかもしれないんですけれども、これはちょうどイギリスの国立物理研究所の正門前で調査団の一行が写真を撮ったっていう記念写真です。このようにイギリスのパターン情報処理、アメリカのパターン情報処理という視察をして回ったわけですけれども、例えば先ほど述べました、ちょっと戻しますけれども、このアルパダが情報処理技術部というのがいくつかの拠点、例えばプロジェクトマークのような拠点を作っていたわけですけれども、こういったアメリカのそのアルパが作った拠点というのもかなり見て回っておられると。でそこで実際に今こちらの人たちがやっているパターン情報処理がどこまで進んでいるのか、で日本でやってきたものとどのぐらい差があるのかというようなことを報告書に残していらっしゃいます。で
例えばその時に見たものの中にこういうのがあるんですね。この頃アメリカの研究では盛んに作られていたハンドアイシステムというものなんですけれども、これは先ほど一番最初に言ったマンマシンシステムの中の人間要素というものを自動化するんだったら、人間の目の部分と、あとそれの情報を得てこう手で動かす部分っていうのを自動化していけないかっていう問題設定があるということを申しましたんですけれども、ちょうどこの PIPS の視察団が回った頃にはこのようにですね、コンピュータービジョンというかコンピューターで認識したものを取り入れて手で何かすると、ロボットの手が何かするというハンドアイシステムと呼ばれるものですね、などが作られているのを見たというような記録も残っています。でこの PIPS というプロジェクトはですね、日本のパターン情報処理というのを、大きく進めたわけなんですけれども、今日お話しいただく箕野先生はちょうどこのプロジェクトが始まった後にですね、堺県に大学に入学して、ちょうど先生が箕野先生が研究を盛んになさっていた頃はちょうど PIPS の終わりぐらいから研究者としての時期にかかっていらっしゃるというような世代にあたります。で、今日お話しいただく箕野先生は、堺県にまず入られまして、63年までそちらにおられて、その後、池田県という通信システムとかですよね、池田先生ね、ネットワークとか、画像処理だけではなくネットワークとかなさっていた研究所で助教授になられて、それから教授になられて現在に至ります。で今はメディアセンターですね、こちらの学術情報メディアセンターで研究室を持っていらっしゃいまして、今年の4月からはそちらのセンター長でも、あるということです。で箕野先生は主にですね、画像処理の研究をずっとなさってきていまして、今日はそのあたり のそもそもコンピューターが画像を認識するとはどういう仕組みなのかということ、それから今回 の展示の中で、紹介されている画像処理の部分のいくつか のシステムについての解説をしてくださるということです。